東京モノレール株式会社は、東京都内で、東京国際空港アクセスモノレール路線、東京モノレール羽田空港線を経営する鉄道会社である。東日本旅客鉄道の経験下にあり、JR 東日本グループの一員である。東京モノレール株式会社は1964年9月17日に開業した東京モノレール羽田空港線の運営のほか、 旅行斡旋業、駐車場事業なども行っている。以前は日立グループの会社であったが2002年にそれまで日立物流が保有していた株式の70%が JR 東日本に30%が日立製作所に譲渡され、それ以降は JR 東日本が同社の親会社となっている。 2019年3月31日現在の株式所有率は JR 東日本が79%、日立製作所が12%、ANA ホールディングスが9%となっている。スイカ発行事業者であり、東京モノレール羽田空港線全線でスイカ及びパスモなどスイカと相互利用可能な IC カードが使用できる。同社発行のスイカカードは、 モノレールスイカという名称を持ち、カードは緑色で、モノレールが描かれたカードが発売されている。都心と東京国際空港を結ぶ公共交通機関として、1964年10月10日の東京オリンピック開会23日前の9月17日に開業した。当時は、モノレール浜松町羽田間の途中駅はなく15分で終点に到着した。 京浜急行電鉄の空港線や京浜急行バス、東京空港交通の乗り合いバスなどと激しい競合関係にある。東京モノレールはかつて、日立グループの一員だったという歴史的経緯から、すべての車両は JR 東日本グループ入りした後も、主要株主となっている日立製作所制である。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。 羽田便が発着する日本各地の空港や北海道旅客鉄道の一部駅でも羽田空港第2ターミナル駅、羽田空港第1ターミナル駅を初駅とする東京オモノレール線乗車券を取り扱っており、航空便で東京へ向かう前に購入できるようにしている。これは京急線も同様であり、羽田空港の地上交通旅客争奪線は出発前から始まっている。 1964年開業時におけるモノレール浜松町羽田間 13.1km の片道運賃は大人250円で所要時間は約15分だった。この運賃は当時の日本国有鉄道の11の 14km の区間の運賃と比較しても6倍以上も高く初乗り運賃の12.5倍もする高額者であった。参考までに 浜松町駅から当時の国鉄運賃250円で行ける駅は神奈川県小田原市の東海道本線根深川駅だった。このため人数が4名以上の場合はモノレールを使うよりタクシーを使った方が安かった。これほど運賃が高額になった理由は建設にあたり国から一切の融資を受けられなかったことによる。通常、 このような鉄道建設を民間が行う場合は国から長期定金利の政府資金融資が受けられることが多いが東京モノレールは国からそのような融資を受けることができなかったので建設費用のすべてを民間の金融機関から借り入れることとなったそのため高度経済成長当時の民間金融機関は金利が 極めて高く、しかも政府融資がないなどの事情を考慮した運輸省は東京モノレール側から申請された運賃大人250円の案を認めざるを得なくなり、このような極めて高額な運賃が採用された。その一方、銀座から羽田空港まで100円で直通バスが運行されていた。以上のことからモノレールの割高運賃が経営され、乗客数は 期待を下回るものであった。数年後に150円に値下げされ、道路交通の混雑もあって競争力をつけ、乗客数は増えていった。日本高架電鉄時代には、会社案内のパンフレットやマスコミ取材への回答、運輸省への鉄道不設免許申請などにより、羽田空港線以外にも次の路線構想があることを明かしていた。ありがとうございます。